どうか私にお力をください。17日間ありがとうございました。私は必ずこの鹿児島県をもっともっと良くしていきます。どうか私に託してください。頑張ります。ご清聴ありがとうございました。そしてスタッフのみんな、私についてきてくださってありがとう。本当にありがとう。そして両親、家族、スタッフ、そして重心の仲間やもう先生も みんなに一人一人にお礼言いたい。ありがとうございました。感謝申し上げます。先生ありがとうございます。感謝申し上げます。ありがとうございました。もう一回感謝を言いたいので、明日私を勝たせてください。お願いします。みんなの力にかかってます。お願いします。ありがとうございました。本当に皆様ありがとうございました。厳しい戦いではございましたが、鹿児島を変えるその決意を持って、そしてスマイルを忘れることなく17日間戦いを進めてきました。それでは皆様の前で17日間共に戦いを進めてまいりました鹿児島県知事候補米丸真紀子のマイクをここに収めさせていただきます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。